この濃い黄色と紺色がとっても特徴的なこの近鉄の特急列車、ここ近鉄の京都駅なんですけれど、今回はこの12200系、通称スナックカーというやつに乗車をしていきたいと思います。関東出身の僕ですらこの色を見たら、あ、なんだか昔懐かしいな、不思議とそのように感じるものなんですよね。昔の車両図鑑でも近鉄といえばこのツートンカラー、濃いオレンジ色とそして濃い紺色、この2つが近鉄の代表的な色、僕の中では、そんな感じなんですけれども、このとってもレトロで、こう古めかしい車体をしているこの12200系なんですけれど、これ2021年の春で、どうやら特急列車からの運用から、退いてしまうみたいなんですね。この日の運用は京都とそれから近鉄の奈良を往復するような運用で、これがこの日の最後の運用だったみたいですね。そしてこの車両はスナックカーという愛称で親しまれているようなんですが、現在ではね本当に珍しくなった車内販売なんですが、今ではねワゴンによる販売も珍しくなりましたが、当時はなんとこの車両の中にスナックコーナーという調理コーナーが設けられていて、そして客室の乗客の方に料理を提供していたみたいなんですね。その名残からスナックカーという愛称が今でも使われています。ヘッドマークを見てみるとこれしっかりと彫られているんですね。特急の文字、そして下には奈良、この字体もとっても丸っこくて懐かしい国鉄チックな字体ですけれどね、このヘッドマークが今でも使われています。近鉄の特急列車というとこのカラーの変更が行われていたみたいで、このツートンカラー、濃い紺色と濃いオレンジが使われている特急列車っていうのはすっごく珍しくなりましたよね。現在では薄い白色、それから薄いオレンジ、そして金色の帯が入っているのが、まあ、近鉄の特急列車でかなり多くなりましたけれど、僕の中でもやっぱり近鉄の特急列車といえばこのツートンカラー、そんなイメージがありますね。皆さんは最近の近鉄の薄めのカラーと、それからこのツートンカラー、どちらがお好みですかね。僕はやっぱりこれの方が、このツートンカラーの方が、うわ近鉄に来たな、そんな感じがします。そしてもう一つ気になったのがこの折り戸式のドアのちょうどね入ってすぐのところにこう洗面台があるんですね。こんな配置、普通だったらこう通路入って左か右側サイド、両サイドどちらかにあるっていう場合が多いので、こうね扉入ってすぐ洗面台があるっていう構造はこの近鉄ぐらいしか見ませんでしたけれどね。こちら近畿車両製造されたのは昭和50年ですね。西暦に直すと1975年になるので、 JR の特急型電車でいうと 4パー合計、485系なんかが同年代の車両として開けられます。でもね JR の 4パー合計とかはもうほぼ全て引退してしまっているんでね、原型を留めているやつは。なので近鉄っていうのはこの古い車両を長く長く使ってくれてるんですね。とっても親近感が湧きます。ドアが2つに折れる折り戸式のドアっていうのももうね相当古くなりました。JR 東日本とかではもうほとんど見かけないレベルに古くなったんで、本当にねこの近鉄のこの古い特急型電車っていうのは貴重ですよね。さあ始発駅の近鉄の京都駅を出発。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は奈良行き特急です。以前に関西に来た時に南海の特急サザンとかにも乗車したんですけれど、その時も同じような座席でしたね。この前の荷物を入れるこのネットのところが斜めに切られていて、これね昔乗車をした急行浜那須号という青森と札幌を結んでいた夜行急行列車の14系客車にとっても似ていて、僕はそれを思い出して大興奮でしたね。これもおそらく簡易リクライニングシートというやつなんでしょうかね。急行浜那須のものとは若干違うものの、でもリクライニングの、この深さっていうのはかなり浅めでしたね。この折り戸式のドア本当に懐かしい。昔の寝台列車583系だったりとか、三段式になっている寝台列車なんかでも使われていた折り戸式のドアですね。車内はこんな感じ、座席表がねすごい大きくこう記されているんですね。これちょっと目が悪い方でもバッチリとこれ把握できると思います。JR とかとは違ってこの近鉄の特急列車は全車指定席みたいですね。でも指定席でも520円で乗車することができるので、かなり価格はリーズナブル。暖房の調子が悪いのか僕の肌の質がおかしいのか分かりませんが、車内めちゃくちゃ暑くて、もう水分がね 500ml がもうあっという間になくなってしまいました。車内をプラプラーと探検をしていて、で元々スナックカーとして使われていたそのスナックコーナーの跡があるかなと思って見てみたんですが、もうね全て扉の移設、それから客室化の工事が行われていて、スナックコーナーだった名残みたいなのはもう見れないみたいなんですね。そもそもこの車両はある程度増備が進んでから作られた車両なので、そもそもそのスナックコーナーの設備がないまま作られたものなので、その跡というのは見れませんでしたね、残念ながら。
さっきの京都駅から奈良方面まで移動するとなると、まずその JR の奈良線とそれからこの近鉄の京都線が上がるかと思いますが、皆さんはねどちら利用しますかね。僕この前 JR の奈良線乗車したんですけれど、その JR の奈良線に関してはなんと一部単線のところがあるんですね。なので行き違い列車とかはね他の駅で待ち合わせを行わないといけないし、結構時間かかっちゃうんで、僕だったらこの近鉄の方を利用するかなという感じですけれどね。まあ、ただ現在では一生懸命そのライバルの JR 奈良線ではあの単線から全線複線化の工事がなされているようですね。そしてなんだか線路が多くなってきましたね。ここはね皆さんあれですよ、あの鉄道マニアから熱い人気が注がれ続けている廃線ごちゃごちゃの駅、大和西大寺駅ですね。確か日本で一番ポイントの数が多い、ポイントの数が確か30個ちょいぐらいあったと思います。この駅の上側には展望席みたいなのもあって、この廃線ごちゃごちゃを眺めながらコーヒーを飲めるスポット、おしゃれなカフェなんかもあります。僕も一回行ったことありますが、今回は残念ながらこの大和西大寺駅では降りず、ここを素通り、さらに奈良方面に出発をしていきます。この線路の数すごいですよね。ちょっと反射して見えづらいですが、すごい。これ一本でも間違えたら事故っちゃうって考えたら、今の鉄道技術ってすごいですよね。右側には近鉄柏原線がずっと伸びています。そして注目すべきはこの後大和西大寺駅を抜けた後、大きくこれ開けるんですね。これなんと世界遺産のど真ん中を突っ切っているんですね。当時最も文化の進んでいた中国、当時の唐の長安という都をモデルにして作られたこの平城京、僕もね歴史の授業納豆ネバネバ平城京710年って覚えましたけれど、その平城京の中心平城宮をここ近鉄の奈良線が真ん中を突っ切っているんですね。すごいことですよこれは。でもしばしばここは問題視されることもあり、なんかそのさっきのね廃線ごちゃごちゃの大和西大寺駅を高架化して、そしてこの世界遺産ではなくちょっと高架で別のところを通させようみたいな計画もあるみたいですね。まあ、そんなこんなで面白いスポットを通っていたら、あっという間に奈良駅に終点に到着をしてしまいました。幕回しもなんだかこれ JR の車両とはちょっと違う、カクカクしているような幕回し、面白いものを見ることができました。この日の運用、この12200系スナックカーの運用はここで終了で、ここで改装されてまた車庫の方に戻るものかと思います。2020年にデビューをした近鉄の特急列車日の鳥号、僕も乗車しましたけれど、めちゃくちゃかっこいい見た目をして、車内のサービスも抜群でした。近鉄のこれまでのツートンカラーとは考えられないような真っ赤っかの新型車両ですが、そいつの増備が進むことによって、このスナックカーは特急列車からの運用離脱を余儀なくされてしまっています。お隣には新都層の、まあ、京都行きの特急列車停車していましたけれど、やっぱこっちの方がパンチ弱い感じがしますね。やっぱりツートンカラーの方が紺色とそれからオレンジ色がめちゃくちゃ濃くはっきりと車体に塗られているので、僕はこっちのスナックカーの方が好みですね。2020年の3月で特急列車から運用離脱をしてしまうこのスナックカー、皆さんもこの機会にぜひ乗車してみてください。それでは今回もありがとうございました。